吉江さん、あるマスクをせずに飛行機を降りざるを得なかった人のパラドックスでございます。この方はですね、確かにマスクをしていませんでした。マスクをすることを、乗車するときには勧められてたんですよ。乗車ですから、飛行機だから乗車って言わないのかもしれませんけどね、飛行機に乗る際はマスクをすることを勧められておりました。まあでもしませんでした。これは感覚的に言うとですね、手袋をして乗りましょうみたいなことを言われたんだけども、いいよ俺手袋はみたいな感じでしなかったような感じですよね。で、いろいろと押し問答があったらしいんですけども、まあそこでパラドックスって何かっていうと、この方はね、確かにマスクしてなかったんですけども、基本的に飛行機に乗って一人で乗るときって、誰でも喋んないんですよ。口を開かないんですよ。マスクの効果は何かっていうと、自分が喋ることによって飛沫を飛ばして、自分の中にある、ウイルスなど、細菌を他者に移さないための効果があるというふうに言われてるんですよね。実際はないんですけど、そんな効果はね。そんな効果はないんですけども、あると思われてるんですよ。で、その思い込みによってマスクをせざるを得ない状況に今なってるわけなんですけども、でもそもそも喋らないんで、マスクいらないんですよね。で、マスクをせずに乗車したと。マスク自体はポケットにあるわけなんですよ。で、そこへですね、サービスマンが来て、もしくはキャビンアテンダントが来て、すみません、お客様、マスクの着用お願いします、みたいになったわけですよね。その時に、なるべく喋らずに返答しようと思ってこうやってたんですよね。まっとう正しいことです。目的を達成するためにこう手段に気を使ったわけなんですよ。つまり目的は何かっていうと、他者に飛沫をつさないってことですよね。だから喋らない方がいいんですよ。手段はマスクをする、もしくは喋らない、もしくはこういうふうにやる人もいるかもしれませんね。マスクが一番簡単だからやってるんでしょうね。パラドックスはここからです。その機内のスタッフさんが話しかけるもんだから、マスクしてくださいって何回も言うもんだから、喋らざるを得なくなっちゃったんですよ。いや、すみません、私マスクしませんので、ずっと黙ってますから、いいじゃないですか、喋らなければっていうことになっちゃったんですよね。そしたら、あ、でもほらお客様今喋られてるのかね、周りの方に飛沫飛びますんでってなっちゃうんですよ。いや、あんたが喋らしたんでしょみたいな、ほっといてくださいもいいから、ずっと喋りませんからね。フライトの時間も短いわけですよ。1時間ぐらいですよ。その間ぐらい私寝てますからね。で、マスクをしてる人はいろいろと喋りかけるわけですよ。そんなこと言わずにお客様みたいな感じでね。しかしマスクというのはほとんどの場合ウイルスを透過するわけなんですよ。だからどちらかというとマスクをして喋ってる人が有害なんですよ。マスクをせずに喋らない人は無害なんですよね。で、いい加減ね、これね、表現としては飛行機を降ろされたってなってますけども、拉致が開かないからこの人ご本人で降りてるんですよ。ご本人で降りた後で消毒のためにというふうなね、体でね、その方降りた後の消毒の体で飛行機をフライトを遅らして清掃作業に入ってたわけなんですよね。何なんですかね、この茶番はね。バカですよね。こっちの方がバカだと思うんですよ。でもね、コメント欄ではそういうトラブルを全く介しない、社会に出ていない私みたいな小物をですね、一生懸命コメントで追いかけてバカ扱いしてるわけなんですよ。本当お疲れ様でございます。楽しいでしょうね、きっとね。いくらでも自分自身のことを棚に上げてこうチェックしたい人を探してもらったらいいんじゃないですか。今インターネット時代で情報発信してる人は芸能人やニュースキャスター以外にもたくさんいますんでね。普通の人がこうやって情報発信してますんで、どこでもケチつけられますからね。時にはね、撮影するのにサークルリング、サークルライト使わないんですかって人までいます。余計なお世話だと、俺はこれでいいんだと、大体俺の顔そんな見たくねえだろみたいなね、喋ってる内容が分かればいいんだみたいなね、ことですけどね。パラドックスですね。で、市議に450件の苦情っていうのが確かにあったんですけども、いや、苦情の電話はいいんですけども、なんか迷惑したんですかね、この人たちは。何だったんですかね。あくまでもトラブルを長引かしたのは飛行機会社のような気がするんですけども。でもどこに視点を置くかですよね。
この人がマスクをしてないからスタッフで対応に追われたのか、それともほっとけばいいのに勝手にいろいろ細々と対応したのかということですよね。で、苦情も450件っていうと、多分100歩譲ってね、同じ飛行機に乗っていた人が迷惑をした数にしては多いですよね。だからここ幸いとばかりに叩いてもいい人、いじめてもいい人に一生懸命石を投げに行ったっていう状態じゃないですかね。自分の電話代使って、本当お疲れ様でございます。そして呉市は対応に追われて行政が遅れるという始末で、結局は呉市民に最終的にクレーマーが迷惑をかけているという構図がここにも見えます。パラドックスですね。どんな世の中なんでしょうね。じゃあ今日も行ってみましょうか。